タリングの手順のハウツをちょっと教えてもらいたいので、水谷くんにセンタリングを上げてもらって、で僕が守備者で、で手順にちょっといろいろ教えてもらいながらお願いしたいと思います。お願いします。センタリングで僕が大事にしたときに、センタリングをクロッサーの位置が一番大事だと思ってるんですよね。でそれを上から見たときに、どの位置に確率的に上がってきやすいのかなっていうのを計算していつも入るんですよ。だいたいあのラインとあそこをゴールエリアのラインだと僕思ってやってるんですよ。でタッチラインに近ければ近いほど、こっちを狙うようにするんですよ。でペナルティエリアのラインに近ければ近いほど、外を狙うようにするんですよ。確率的に。だからタッチライン際で1対1して、縦に抜いて、クロス上げるときっていうのは、絶対俺ニヤニヤ走るんですよ。遠いからシンプルに、で確率論じゃないですか、これっていうのは。なるほど。でもう一つのポイントは、ドリブルをしてる方向に向かって自分も同じ方向に入り方を変えるっていう。縦にドリブルしてる。でだったら僕もこのラインで裏を狙っていくっていう、あそこからドリブルで内側に入ってきた場合は、ことは外に逃げる。あで逆に外側に、さっき言ったみたいに立ち側にライン際にかわして上げる場合はニヤに入る。ああなるほどなるほど。だからドリブラーの進んでる方向に合わせて自分の進む、入るところを決めるっていう。サイドライン側にドリブルしてもらう時の手線の入り方、まず、まあはい、大体外にこう膨らんで両サイド出して、結構前に入る。ヘディングでいいかな。今度内側に入る。もうえぐった感じ、えぐった感じできたら、こう。ああなるほど。本当はもうちょっと今ぐらい高い位置にいたら、ニアいっちゃう。ニアいっちゃう。ああまあまあ、ボールが内側に進んでる時に、クロス上げても高いボールって蹴れないんですよ。ああはいはいはい。で逆に外側に行った時ってすくい上げられるから、力と力がぶつかって上にすくい上げれるから、結構いいボールが上がってくるんですね。内側に行った場合はこのマークの裏か、マイナスかなんですよ。ニアのディフェンスが下がるのに間に合ってなかったらニアを狙うって言って、大体内側に入ってくる時ってアーリーところが多いから、そこら辺から内側にドリブルして、であれこのキーパーと間、ああなるほど。クロス受ける基本は絶対キーパーとディフェンスの間、この最終ラインとキーパーの間にどれだけ速いパスを通せるかどうかが鍵で、なるほど、ね、で1番はそれ狙います。でゆっくりでいいから縦に内側に入ってきて、でダメだった、でもうちょっと前に、ね、もうちょっと高い位置でこれで考え、あちょっと考えたら、今度はマイナスを狙いに行く。でこの間、でこの間が今多いですよね。こう深くえぐった時に、そうでこの鉄がこっちから、大体でここに上げたがるんですよ、ゴロで。でも入ってくるボランチとかもいるんですけど、結構ボランチとの距離がある時は一回ここでキーパーとディフェンスの間を狙うけど、あもうディフェンスが下がってきちゃったか、あなくなったってなったら今度はここに入る。そしたらフォワードがここでシュート打ちたかったら、一回この動きがなきゃダメなんですね。で最初からハァーってなったら絶対ここ疲れもシュート打つときにガチャッ。ペナルティーエリア内では絶対止まんないっていうのが自分の中の流儀で、で逆にこうファー行って上がんなかったらと思ったら今度には行くし、でまた戻ったなと思ったら今度はファー行くしって、常に足は止めない。コーナーキックも自分がニアに行くじゃないですか、向こうからコーナーキック蹴るとして、でニア行って、で自分がバーってこうファー行くじゃないですか、この時に、まあ、大体みんなあーってなるんですよ、じゃなくてこうすぐ切り替えてキーパーの前走る、そしたら折り返しが来る。でその時に一番振り、なるほどね、その時一番振り、ストライカーだね。そういう絶対足止めない、こう。なるほどね。動き続ける、動き続ける、めちゃめちゃ大事なんだ。確かになかなか難しいんですけど、シーズンにぴったしのボールが何回合うかっていうぐらいなんで。でもね、大体あーって止まってここ前通ったりするもんね。大体みんな動き止めちゃうんですよね、自分のボール来なかったら。マークのマーってあると思うんですよ。だいたいここら辺うろちょろしてても相手のマークは外れてないんですよ。だから大きい動きで動くで、やっていくうちにどっか絶対穴開いてくるから、入るときは絶対に関節視野に入る。ここにいたら、たとえいいボール
にこうバックステップで相手の裏に入って、で僕はこっちっていうよりも那須さんの目を見るんですよ。あ、そうなの？はい。僕をマーク、まあ、見て見るじゃないですか。俺は大体これ一回パッてボール見てください。って言った時にこう動く。ボール見てください。って言った時にこう動く。これ一つ。あとはこれはポドルスキーに教えてもらったんですけど、ケルン時代に、うん、センターリングでこういった時に蹴る瞬間に動き出す。一回一回やって。で蹴る瞬間に動く。ああなるほど。蹴る瞬間に動く。あでこれが逆に点取りたいっていう意気込みが強すぎると、うん、上げて先に動き出す。こうやったら来た時にもガチャガチャ絶対入んない。先に動き出す。こうやったら来た時にもガチャガチャ。冷静で点取れてる時っていうのはこれが自然とできる、うん、点取りたい点取りたいって焦っちゃうと一歩軸足の前に動いちゃうと今みたいにガタンで相手の視野に入っちゃうと相手はボールと僕を見れちゃうからクリアできるけど、パーに行って蹴った瞬間前に蹴った瞬間前に蹴った。なるほど、ナイスボーヘディング強い人はパーで受けた方がいいですね、うん、大体前に入るとかだったら結構タイミング的に難しくて、うん、でパーに行って、なるほど、こっちじゃなくてこっち、ね、もう相手に向かっていく人で、うん、僕は人に行くんですよ。へー、なるほど。人に行ってハイボールが来た時に先に飛んじゃって、うん、飛ばせないで、でこの状態で飛ぼうとしても、うん、僕はその力をもらえるんですよ、うん、先に飛んで肘をかけてこの状態にいると、あそう、そう、ね、僕はこのジャンプの力をもらってそのまま空中に入れるんですよね。あなるほど、すごい勉強になる。もう一つラストいいですか、うん、ラストラストセンタリング結構こだわってるんで、うん、でやっぱり相手のラインが低い時に人がいっぱいいるとパーでもらうのもきついし、ボールホルダーにはプレッシャーが強いことが多いから、でそういう時はやっぱりニアを狙わなきゃいけないんですよね。ニアで潰れ役にならなきゃならない時も試合中にあるから、そういう時はセンタリングで1対1仕掛けるなって思った時はこう至られるんですよね。でこの時にあーこのタイミングがニアだな、ニアのディフェンスが戻れてなかったり、可能性的にここで潰れなきゃウルシュゴがフリーにならないなっていう時は、これもさっき言ったこれ謎の俺目見るんですよ。こうやってこうチラッて見るじゃないですか。チラッて見る、パッて見るじゃないですか。で何回かチラチラ見てください。で目この目を見るんですよ。で目でゆっくりこっち見て向こう見てじゃん。でこの時に、でこの時に目が切れた瞬間前ですよ。でそしたら対応本当にコンマや何秒か遅れるんですよ、うんうん、でその時にもう入れ替われるんですよ。これをバカ正直に見られてる時に、うん、あもう自分のタイミングって言ったらこう相手に対応されるけど、ここでゆっくりチャーチンたら走ってるふりして見たら、はい、ちょっと入れ替わる。ああなるほど。これは小林慎二監督に教わりました。へえー、そうなんだなるほど。いやこれはもうだいぶちょっと俺も勉強になったわこれ実践でやったらなかなかコツが必要なんで、うん、言うのは簡単だし聞くのも簡単と思うけど、やっていくうちにちょっとずつ分かってくると思う、うん。でもこれは多分実践の中で意識しないとできないから、でもあのテセが今言ったことでもうものすごいヒントありまくるので、あの僕も参考になったし、あのそういうので困ってる人とかいたらだいぶ参考にしてもらいたいので、ぜひ参考にしてもらえればいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。大丈夫ですか。すごい